どうも、マスヤングのゆとりごとチャンネルにようこそということで、今回はですね、ニュースが入ってきました。ついに出たトーンマスター59ベースマンということで、ベースマンのね、59年のベースマンのトーンマスターが出るということで、お話ししていきたいと思います。で、この59年59のベースマンのなんていうリーシューのモデルっていうのは、あのシングカのやつね、はあの普通にフェンダーのね、ラインナップとして現行品としてあるわけなんですけども、それが、トーンマスターでも出るということで、その、ね、出た内容をお話ししていきたいと思います。で、まあ、このトーンマスターじゃないや、ベースマンって結構そのマルチエフェクターとかを買ってもね、そのアンプシミュレーターの中で、入ってるものだったり、よく入ってるものだったりするので、人気のねアンプだと思います。まあ当然、ね、人気のアンプだから、その真空管のやつもねリーシューされて出るんだと思いますけども、そのね、アンプはトーンマスターで出るということで、ちょっと読んでいきたいと思います。本製品は膨大な、まずですね、トーンマスター59ベースマンということで、22万円、税込みということでございます。まあ、最近のねこのちょっとこうあの高騰から見ると、まあ妥当かなっていう、ちょっと高い感じもしますけども、妥当かなっていう感じですね。本製品は膨大な量のデジタルプロセッシングパワーを駆使して、オリジナルのベースマンチューブアンプ回路と 45W 出力の特性を忠実にモデリングしたデジタルアンプです。高性能クラス D パワーアンプを搭載し、チューブアンプと同等のヘッドルームとダイナミックスを確保することで、オリジナルアンプと聞き分けがつかないほどピュアなベースマントーンを、実現していますと。そうなんですよね、 45W なんですよね。これはなかなか、まあ、ちょっと後で話しますけども、あの音量的にいろいろね家で弾くとか大変な話になってきますけども、で4機の、ジェンセン P10R スピーカーはサウンドにきらめきとタッチセンシティブな特徴を加え、コンボリューションスプリングリバーブ、スムーズなベースレスポンスを提供する、ヴィンテージタイトスイッチ、パワー管の後に配置されたエフェクトループなど、プレイヤー目線の追加機能を内蔵していますということで、まずですね、その真空管のそのリシューで出てる59年59ベースマンっていうのは、確かねリバーブなかったと思うんですよね。リバーブなかったんですけども、これを読む限りですね、スプリングリバーブが、まあ、つくと。多分その切り替えのそのヴィンテージとタイトっていう、スイッチ、これはなんかベースレスポンスなのかな、これはベースレス、スムーズなベースレスポンスを提供するヴィンテージと、タイトっていう切り替えスイッチは多分このベースレスポンスにかかってるのかな。で、基本的にだからそれとはまた別個でスプリングリバーブがついているっていう感じでしょうか。はい、この辺はでもねあったら嬉しいですよね。はい、で、パワー管の後に配置されたエフェクトループ、ついに来ましたね、エフェクトループね。とにかくそのトーンマスターって、こいつもね、この僕が最近買ったこのトーンマスターのデラックスリバーブもそうですけども、絶対つけれるはずなんですよね、そのセンドリターンとかね。だけど、その本、実機、元々の実機のオリジナリティをそのまま再現するということで、そのセンドリターンとかついてないんですけど、ここでね、ついに来ましたね、センドリターンがね。ということで、やっぱりその何が求められてるかっていうのがなんかこう分かったんじゃないかなっていう感じがしますよね。なんかそのだから本実機元のやつをそう忠実に再現するっていうのは、そのなんて言ったらいいかな、それを喜ぶ人って少ないんじゃないかなっていう感じがするんですよ。例えばね、その、まあ、真空管の回路とかでセンドリターンつけて、ちょっとあんま技術的なことあんま分かんないですけど、その真空管のアンプでセンドリターンつけることによって、まあ、音が変わってしまうとかね、あるかもしれないじゃないですか。でも、このトーンマスターにおいては、多分その、センドリターンつけたとて、音は変わらないと思うんですね。なんでつけないんだろうっていうのは、多分そのオリジナルをね、なんか見ますけど、オリジナルのね、例えばもうこれならデラックスリバーブを忠実に再現するためにつけないっていうことだったと思うんですけど、それって、まあ、よくよく考えると、そのフェンダーのねエゴというか、まあ、美学と言った方がいいのかもしれないですけど、なんかそんな感じがするんですよ。まあ僕はそんなに
まあ、このデラックスリバーブ自体がね、そのすごい歪むアンプとかではないので、別にまあいらないなという感じはするんですけど、その基本的に僕センドリターンってあんまり使う方じゃないので、いらないなと思う派なんですけど、欲しいっていう人は多いじゃないですか。だからそのユーザー的にはやっぱりついてた方がね、その選択の余地が増えるので、いいわけなんですけども、やっとそこを向いてくれたのかなっていうね、この、ベースマンで、気がしますね。その他フルパワーと、5段階のアッテネットが切り替え可能な出力パワーセレクターと、キャビネットシミュレーションを実現するインパルスレスポンス XLR ライン出力、ミュートスイッチ、軽量なパイン材のキャビネットなどの特徴を備えていますということで、まあ、この辺はね、トーマスターシリーズ共通して言えることだと思いますけども、便利に使えるんじゃないかなと思います。で、おそらくそのね、多分これサムネイルにしてると思うんですけど、ヨーロッパ圏の人がアクセスするそのフェンダーのサイトを見ると、一応そのトーンマスターのこのベースマンのねサイトというかページがあるんですよ。でそこにまあいろいろ書いてるんですけど、なんかね、またなんか完全に完成しきってないようなページな印象なんですけど、そこを見るとこの号泣のベースマンのトーンマスターの重量は 14.5 キロなんですね。めちゃめちゃ軽いですね。 14.5 キロ で一応その真空管の方のベースマンの方のやつも調べたんですけど、これは24キロと。これはなかなかね、軽量化されてますよね。やっぱりこのトーンマスターの売りであるこの軽いっていうところがね、存分にね、発揮できてるなっていう感じがします。で、あとですね、この、その真空管の方のベースマンっていうのは、2オームなんですね。だから、普通大体その、まあ、8オームとかね。が多いと思うんですけど、16とかね。で、8オームとか16とかだと、結構そのアテネーターが対応してるものが多いんですけど、その2オームって、アテネーター、まあ、なくはないんでしょうけど、一般的なアテネーターで2オームに対応してるアテネーターってすごい少ないと思うんですよ。もともとその、45ワットなわけなんで、とても家で弾けるものではない。アンプなんですね、その真空管のベースマンっていうのは。でもそのトーンマスター化することによってね、パワーコントロールでいろいろワット数変えれますんで、その辺の問題が解決されてですね、その自宅で、優しい自宅でちゃんと弾けるような音量で、かつちょっとこうドライブさせるようなこともできたりすると思うので、この辺はね、待望というか、このベースマンファンで、でもちょっとやっぱり家で鳴らせないとか、いろいろそういう風な思いとかね、いう風に思ってた方はですね、これはちょっとまあ高い、お高いですけども、購入する価値はあるんじゃないかなというような感じがします。で、発売がですね2024年の10月予定ということなんで、またちょっとさっきなんですけども、そのなんかフェンダーの姿勢としてトーンマスターで過去の名機をどんどんこう復活させていこうっていうなんか意思がちょっと見えますよね。この辺ちょっとこうなんかトーンマスターにかける意気込みというか、この脱真空管っていうわけじゃないけど、まあ、その真空管のやつも出しながら、そのリーシュのやつも出しながらトーンマスターも揃えていくっていう、この、なんていうかな、ちゃんと現代の技術にも寄り添ったものも出しながら真空管も出していくっていう、なんかこうフェンダーの姿勢がとてもいいなというような感じでございます。皆様はどう思われましたでしょうか。ぜひコメント欄に書いていただければと思います。ということで今回は以上で終わりたいと思います。こんな感じでですね、機材の話をしている LINE のオープンチャットがありますので、興味ある方は下の概要欄からチェックしてみてください。このニュースもですね、トーンマスターのベースマン出るよっていうのはこのオープンチャットで教えてもらった情報でございます。この、ね、情報も入ってきたりしますので、ぜひ下の概要欄から登録してみ登録というか参加してみてください。ではバイバイ。